アルゴリズムとデータ構造1ポツ演習の12回目です。以前ですね、7回目にね、同じ型の変数を複数扱うための配列変数というのを勉強しました。今回はね、型が違う場合を扱います。で、そのためにはね、構造体と呼ばれるものを使います。構造体はね、変数の型を作るようなものだと考えてください。新しい型の仕組みですね、構造を宣言し、その後その型、構造体を用いて変数を宣言します。2段階ですね、宣言が絡みますので、ちょっとややこしいというかね、そもそもの型作るんだよという部分と、それ使って変数宣言するんだよという部分、この2つに分かれるってことをね、理解してください。で、構造体を用いると複数の異なる型の変数を1つにまとめることができます。で、それらをね、メンバーと呼びます。で、それぞれのメンバー、中の変数ですね、にアクセスするにはドットを用いてね、指定します。ちょっと画面上だとね、ドットってちっちゃくて見落としやすいですけども、気をつけてください。で、こういうドットでね、ものを指定する方法は、オブジェクト指向プログラミング言語でよく用いられる表記方法ですのでね、ぜひ慣れてください。じゃあまずね、どんなんがあるか見ていきましょう。構造体の使い方ということで、EX11 の1です。ちょっと入力しましょうかね。EX11 の音と1。ごめんなさい。インクルード、スタンダード IO と。で、文字列扱いますので、ストリング .h というのもインクルードします。で、構造体を宣言するのがこのストラクトってやつです。で、ここではパーソンという名前でね、構造体を用意します。で、その中身ですね、そこを用意するわけですけども、チャー型で ID8 つ分、8個のね、配列変数、文字列ですね。で、ネームで20コブ、20バイト。これどっちも可変長の文字列って考えるとね、最後に終端記号加わりますので、これ引く1の文字しかね、入力できません。そこは気をつけてくださいね。で、生年月日をちょっと扱うデータベースを作ろうということで、イヤーとマンスと、デーかな。よいしょ。という形になります。これ、あと構造体のね、このストラクト構造体名の時の後ろのブロックは最後ね、この、セミコロン、ちょんちょんですね。これで終わる必要があります。これ見落としがちですのでね、気をつけてください。で、これで構造体作ったら、この構造体名で、変数を宣言します。で、その時にはね、この作った名前だけじゃなくて、構造体、ストラクトまでくっつけて宣言する形になります。ストラクトパーソンというな構造体で、ユーザー1というのを用意しますよと。イント A とかと同じ形で、ストラクトパーソンのユーザー1っていう構文です。で、メイン関数。ストリングコピーですね。文字列のコピー、代入がね、これでできます。で、20がいいかな。学籍番号、自分の番号をね、入れてみてください。で、ユーザー1、今ここで作った構造体のね、ドット ID でこのメンバー、8文字のね、ID。で、ネーム、龍谷太郎と。どちらもね、他の名前、学籍番号にしても結構ですが、文字数気をつけてください。で、先ほども言いましたが、終端記号ね、入っちゃいますので、ぬる文字入りますので、実質7文字。だから学籍番号で言うとね、7文字。プラスぬる文字でね、8という形になります。で、皆さんの生年月日だとどこになるのか、2002年になるのかな、年によって変わると思いますのでね、自分の生年月日を入れてくれると面白いと思います。4月1日生まれ。これだと前の年になっちゃいそうな気がしますね。いいや。学籍番号、パーセント S の、おっと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 、パーセント S3 は、西暦、パーセント D 年、おっと、パーセント D 月、パーセント D 日生まれですと。
まあ、なんてことはない普通の変数の使い方ですね、これだと。で、ちょっと複数行またるのでね、改行。スラッシュ記号、どっちだこれは。スラッシュですね、使って区切っています。で、変数、普通に使えます。だからさっきキャラクター型ですね、文字列の配列変数ってしましたので、%s に対応する形ですね。で、名前も一緒ですね、%s。で、ユーザー1のバースのイヤー、これ、イント型ですね。で、バースの M。で、ユーザー1のバースの D という形で、プリント F にね、渡しています。これでおしまいかな。リターン0と。まあ、普通の変数と何が違うんだと言われると、これだけやったら変わりません。ユーザー1アンダーバー ID とかね、ユーザー1アンダーバーネームって名前つけてもね、変わらないんですけども、まあ、まずは、そういうサンプルをね、見てください。あ、間違うてた。ごめんなさい。最後が、記号間違うてますね。コロンじゃなくて、よいしょ。セミコロンと。でね、普通、文字列、数字というのでね、画面に表示させることができています。まあ、こんな感じで、変数名をね、扱うんですけども、構造体のメリットはね、ちょっとこの続きですね、のところで出ていきます。配列変数とかにするとね、1個の塊で扱えることになるのでね、便利になっていきます。じゃあ、ここで、課題ですね、11の1ですけども、今、ストリングコピー使ってね、文字列代入してますけども、キーボードから入力するようにね、変更してください。まあ、あまり本質的なものじゃありませんけどね、結局、文字列変数ですね、配列変数と同じように使えるはずですのでね、まあ、これを、キーボードのね、スキャン F にどう与えるかってところがポイントになりますが、まあ、いろいろ試してみてください。で、動作確認もすぐできると思うのでね、それでちゃんと動くか確認して提出してください。で、あと実際、動作確認するときね、配列変数の大きさですね、8とかね、20にしてますけども、それ超えないようにね、気をつけてください。これ何のチェックもしてませんのでね、超えて入力できちゃいますので、気をつけてください。はい、これがね、課題11の1です。